カナディアンロッキー山脈自然公園群とは、カナダの西部に存在するユネスコの世界遺産に登録されている物件の一つである。3000メートル級の山々が抱く氷河、氷河湖、滝、峡谷、小乳道、化石などの今なお残る手つかずの自然が評価されて1984年に登録された。なお、これらはカナダのアルバータ州とブリティッシュコロンビア州とに、 またがっている。カナディアンロッキー山脈自然公園群は、以下の4つの国立公園と3つの州立公園によって構成されている。山脈や氷が熱水線があるほか、以下、北米を流れる主要な河川の上流、源泉になっている。この地域は、美しい自然と多様性に富んだ生態系を成している。標高2599メートルのバージェス山は、 氷河が削り取った急峻な山肌で化石から古代生物の姿を探るため、古生物学者が発掘作業を続けている。まるで本のページのように剥がれていくバージェス結岸が見られる。実はここは5億年前は海の底。海底で生きていた山陽虫などの様々な生物の化石が発見されてきた。5億5万年前のカンブリア期に地球の生き物は 爆発的に進化した。岩の中には今は絶滅してしまった奇妙な形の生き物たちが刻み込まれている。棘で体を覆っていたと思われる生き物ハルキゲニア、ホースのような口で獲物を捕らえていたと思われる生き物オパビニア。最も不思議な形をした生物はエビとクラゲがくっついたようなアノマロカリスで体長60センチメートル。ヒレを動かして 海中を自由に動き、獲物を触手で捕らえていた。5億年前の地球の支配者だったと考えられている、生物である。バージェス欠岩は1980年に単独の世界遺産として登録されていたが、1984年にバージェスを含むカナディアンロッキー、山脈自然公園群が新たに登録された際に、単独の物件としての記載は削除された。 1990年に範囲が拡大され、ハンバー州立公園、アシニーボイン山州立公園、ロブソン山州立公園が追加登録された。エメラルド湖からバージェス山を望む、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。